はい、タンタンです。今回ちょっと珍しくアンプのご紹介ですね。こちらローランドの、AC60 っていうモデルになります。まあ、かなり使いやすいアコースティック用のアンプでして、一応2系統チャンネルがありますね。これ普通のラインインのチャンネルと、もう一つが、まあ、マイクもさせるタイプになってます。で、まあ、普通こう出しますと音の感じが、まあ、こんな感じで、まあ、非常にナチュラルな感じで、まあ、あのワット数も60ワットなんで、非常になんて言うんでしょう、ちっちゃいところからかなりの音量までは出せるんで、大きいところでももちろん出せる使えるアンプかなと思います。で、まあ、2系統のチャンネルですからね、先ほど言って自分のギターとマイクを挿して使うということももちろん可能ですね。あとエフェクトなんかも、例えばコーラスをかけた感じになったりとか、まあ、薄くかけてもね、もちろんこんな感じでちょっと広がりのある感じで、使えますし、あと、まあ、コーラスだけじゃなくてリバーブですね。あとはこんな感じで、まあ、ディレイも入ってますね。まあ、リバーブとディレイは一緒に使えないんで、どっちかを選択して使う形になります。あともちろんアンチフィードバックの機能もついてるんで、まあ、それ使えば、まあ、ハウリングへの対策もかなりできるんじゃないかなと思います。こちらは電源は普通にコンセントに挿すタイプなんで、まあ、屋外で使うときはね、一応電源が必要になりますけれども、室内でご利用の際は普通に電源ケーブルをつけてもらえば大丈夫です。で、下にあの角度を調整できる足がついてるんで、ちょっと上向きにこうセッティングすることが可能です。で、この足を一応後ろに固定するところがコメントにも書いてますけども、一応ちょっと壊れちゃってるんで、その部分だけはご了承ください。まあ、これだけね、使えるアンプはこの価格というのはなかなかないと思うんで、小型のアンプ探してた方、ぜひぜひお問い合わせお待ちしております。お願いします。タンタンでした。